地震や豪雨などの大規模災害に備え、福岡市の高島市長は、避難所に指定している公民館など166カ所に、電気自動車から電力を供給できるよう、来年度中まで整備を進める方針を明らかにしました。災害が起きたときに停電が起きてしまった、そんな時でも、電気自動車から公民館に電力の供給ができるようになります。 福岡市の高島市長は大規模災害での停電時には冷暖房を確保するとともにスマートフォンやテレビで情報収集するのが困難とした上で避難所に電気自動車から電力を供給できるよう施設の整備を進める方針を発表しました福岡市内4つの公民館ではすでに工事が済んでいて電気自動車1台でスマートフォンおよそ5000台を充電できるということです 電気自動車などもすでに11台配備していて、徴用車としてさらに購入するほか、災害時の連携協定を結んでいる日産自動車などとも協力し、台数を増やす方針です,です今年度から2年間で整備を終える予定で、市民が避難所で安心・安全に過ごせるよう取り組むとしています。